はい、こちらがですね、新型ステッパーゴンスパーダプレミアムラインの EHEV ハイブリッドです。こちらでですね、今高速道路を走っています。ハイブリッド車でですね、走りもよくですね、燃費もですね、17キロぐらいを維持して走行しています。はい、皆さんこんにちは。今回は新型ステップワゴン30万円のナビが実は最強だった、大雨の恐れがありますと案内されて、ナビの画面がすごい、これ大雨の、分かりますかね、大雨のマークになってます。この先大雨の恐れとなってます。雨バージョンの夜のナビはこんな感じです。大粒の雨が降っています。ホンダステップワゴンの 11.4 インチのナビですけど、非常に使いやすいです。新型ステップワゴンの純正の 11.4 インチのナビを装着しております。このようにとても分かりやすいナビ画面と音声で案内をしてくれます。新型ステップワゴンを購入検討中の方はですね、30万円のナビなので購入しようか迷われている方も多いのではないでしょうか。高速道路の分岐点の手前でですね、案内してくれますから非常に分かりやすいですね。このナビの便利なところはですね、次の湾岸長島というところがどのようなところかというのを知りたいときはですね、こちらをですね、クリックいたします。そうしますと、湾岸長島付近のですね、地図がですね、このようにナビ画面に表示されます。どんな地形なのかということをですね、確認したいときに便利です。戻るときは現在地ですね、青のボタン現在地を押してください。非常に便利ですね。新型ステップワゴンのオプションのこちらはですね、 11.4 インチのナビとなっております。こちらのナビですね、非常に使いやすいのが特徴です。例えば今高速道路を走行してますが、あ、ここは有名な、あそこですね、この橋ですね。ちょっと、はい、今新型ステップワゴンでですね、高速道路をですね、走行しております。ステップワゴンはですね、先進の安全装置ホンダセンシングが全車に標準装備されていて、今私はですね、クルーズコントロール、アダプティブクルーズコントロールとトラフィックジャムアシストを使用してですね、高速道路を走行しています。非常に快適で、そして、長距離ドライブをする時などに運転をアシストしてくれます。はい、ステップワゴンの、こちらのナビですね、非常に使いやすいのが特徴です。非常に使いやすくなっております。こちらはですね、新型ステップワゴン、スパーダプレミアムライン EHV に乗ってますが、ナビはですね、オプションのですね、 11.4 インチのナビを装着しています。このようにですね、案内はですね、高速道路道上ですね、非常に分かりやすくてね、とてもいいです。このようにややこしいところでもですね、このように、分かりやすく案内をしてくれてます。
ープワゴンのこちらの 11.4 インチのナビはとても使いやすいです。今高速道路を走行しています。表示はですね、このようにですね、各インターとかパーキング情報が表示されます。例えばこの先のカリアパーキングを知りたい場合はこちらをちょっとクリックします。そうしますとこのようにカリアパーキングの付近が表示されます。さらにこの先ですね、表示させてみたいと思います。先を確認したい場合はさらにこの先ですね、もうちょっと表示したいと思います。降りるところはですね、こちらのトヨタ東料金所となっています。こちらの情報をしてみたいと思います。このような感じになっていることがわかります。さらにですね、ゴール地点まで見ていきたいと思います。このようにゴール地点までの交差点の案内をすべてですね、このように先読みすることも可能となっております。このようにですね、目的地が確認できます。距離はですね、約27キロ、時刻は12時7分となっております。そしてまた今の走行画面ですね、戻したいときは現在地を押すことで、現在地を確認することができます。この先画面に雨マークがついてましたね。一応この 8.7 キロ先カリア画面にこの雨粒マークがついてますから、雨が降ってるのではないかと思われますが、こういった先の情報もですね、分かると非常にありがたい情報ですね。はい、あとナビの便利機能としまして、こちらのホンダケアをします。インターネットにつながっていますから、こちらの天気予報を押しますとですね、今現在の天気が、こちらで確認することができます。今日の天気、今日の天気を確認することができます。時間ごとのですね、天気をですね、インターネットから、取得してこのように表示してくれる機能となっております。そして今現在台風が近づいておりますね。台風情報もですね、このように確認することができます。そして警報と、注意報ですね、警報と注意報もですね、このように確認することができます。戻るときはですね、こちらの現在地を押すことで、戻ることが可能となります。あと便利な機能が、こちらのカメラボタンですね。こちらのカメラボタンを押しますと、このようにですね、マルチビューカメラに切り替わりですね、車の周囲をですね、確認することができます。まず右側が車の上から見たですね、ビューになります。そして左側が、前方のですね、カメラが捉えた映像になっています。こちらを切り替えることによって、このように前方を大きくすることができたりとか、これはまた先ほどの戻る画面ですね、切り替えたり、こちら前方ですね、切り替えたりすることができます。あとですね、こちらを押しますとまた前の画面にですね、戻すことが可能となります。はい、ということで今回はですね、新型ステップワゴンに取り付けてます30万円のナビは、実際に使ってみて使いやすく非常にですね、便利だったということをですね、紹介してきました。私がこのナビで一番感動したのは、目的地の天気を途中で案内してくれたということです。到着時晴れている、もしくは雨が降っているかもしれないという情報はかなりありがたかったです。はい、ということで今回は新型ステップワゴンに装着しました、30万円のナビで一番感動したことを紹介してきました。この動画がですね、少しでもいいなと思いましたら、高評価、いいね、そしてコメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。